ルネサンス絵画は、ヨーロッパ美術史の中で、中世とバロックの間に位置する時代を指す。この時代の絵画は、古典的な古代への回帰という思想に特徴付けられる。古代とは、最も純粋な価値が宿る舞台として理想化され、暗い中世の対極にあるイメージとして映し出されたものである。この時期に生まれた新しい価値観として、次のようなものがある。人間中心主義、人間を運命、人生、歴史の唯一の責任ある創造者、絶対的な主人公として認め、中世の新中心主義的な考えを後継に追いやった。ヒューマニズム期神の存在を認めなくても、人間の感性と知性の欲求は満たされるという原則を中心とした信念体系として理解されている。ここで強調しておきたいのは、ヒューマニズムは神の存在を否定するものではなく、むしろ人間の生活における神の重要性を低下させるものであったということである。世俗主義の出現は、宗教が中心的かつ主導的な役割を果たさなくなり、教会が公共生活、文化、財の管理、さらには個人の思想や親密な生活において条件を課す権利を徐々に失っていく政治、経済モデルとして理解することができます。それは、神の力と地上の力の限界の争いに、新たなシナリオが開かれることを意味する。個人主義、人間を、新しい自己認識によって特徴付けられる精神的な個人として、また、独立した人格を与えられた、自律的で能力のある存在として理解すること。人間が自分自身の運命を支配していると考えるこのような個性的な感覚は、人間を、社会的領域と環境の両方において、新しい、はるかにダイナミックな社会関係の中に位置づけるならば、より一層理解しやすくなるであろう。ルネサンス期の人々は、蒸気のような点を総合して、知識によって絶対的な真理を疑うことができることに気づき、懐疑論が生まれたのである。懐疑論は、新しい知識を生み出す手段として、普遍的な真理を否定し、詭弁を正した古代ギリシャの定説とソクラテスの有名なメーウティクスに基づくものである。この学派は、測定、定量化できないものは全て疑うというもので、科学の礎となり、その後の合理主義や科学的手法の発展にもつながった。ルネ、デカルトの我疑い、我思う、故に我あり、という言葉は、その典型的な例である。ここで、メーウティクスとは、ソクラテス的手法の第二段階であることを明らかにしておこう。一つは、いわゆるソクラテスの皮肉で、教師が議論すべき対象について無知を装い、自分が知っていると思っていたことが実はそうではなかったこと、自分の知識が偏見や習慣に基づいていたことを生徒に理解させるというものである。これに続くのが、メソッドの教育的作用である、マイエウティクスである。この技法は、相手が自分は何も知らない、ということを受け入れるまで質問し続けるというものです。一方、ソフィズムは、真実のように見える理屈や偽りの議論として知られ、対話者を欺く目的で定式化されたものである。パトロネージュ・パトロネージュとは、文化的、芸術的、科学的活動に対して与えられる保護や財政的支援と理解されるべきです。パトロネージは、貿易に基づく、土地の所有と搾取に基づく封建制とはかけ離れた、よりダイナミックな新しい経済・金融モデルの下で、当時のエリートたちのイデオロギーモデルを輸出するための重要な要因であった。ルネサンス絵画の発祥地と言われるイタリアでは、古代の遺跡を視野に入れ、調和と美のモデルを求めて、その復興を目指したことが重要である。また、イタリアには、フィレンツェ、ナポリ、ベネツィア、ジェノバ、ミラノ、ローマなど、経済力のある都市国家があり、そこには芸術のパトロンである真の豪族が居住していた。ルネサンスは、イタリアで誕生した後、徐々にヨーロッパ全土に広がっていった。ルネサンス絵画と中世絵画を区別する特徴はいくつもある。理想的な美を感じさせるアンティークの歓喜。自然が強調されている、絵画は自然の風景を忠実に再現したもの、あるいは建築物のフレームに収められ、柱やペディメントが遠近感を強調する役割を果たしている。人間の姿は、すべてのものの中心であり、尺度となっている。遠近法や構図をマスターしていることキアロスクーロフなどの光と影の効果が使われ、スフマート、霧の効果、レオナルド・ダ・ヴィンチが得意とした技法をつなど、新しい技法も生まれた。ほとんど油絵が採用されました。中世の絵画はほとんど宗教画であったが、ルネサンス期には神話、寓意、歴史などの新しいテーマが導入された。ヌードが登場するのは、それ自体ではなく、自然画の枠の中である。当時はカトリック教会が主なパトロンの一つであったため、宗教画が描かれ続けた。その他の歴史ビデオについては、ビデオの説明で私のチャンネルをご覧ください。次のビデオでは、イタリア、ルネサンス絵画の特徴を紹介します。